はい、えー、今回は Vegas Pro 16で新しくなった手ブレ補正の使い方をご紹介していきます。タイムラインにはこんな感じの手持ちで撮影した動画素材を配置しています。こちらの素材に手ブレ補正をかけていきます。まずこの素材今30秒あるのですが、手ブレ補正の解析をこの素材丸々にかけるとすごく時間がかかってしまうので、まず手ブレ補正をかけて使う部分を切り出していきます。ざ、ま、っくり。 この辺りがよく揺れていますのでこの辺りを使っていきますもう少し先まで。 この辺りで小刻みに揺れて大きく揺れるといった感じですね。この部分に手ブレ補正をかけていきます。まず、右クリック、サブクリップを作成します。すると今、サブクリップが作成されたのですが、先ほどの30秒の素材に対して、このサブクリップは今の切り出した部分だけのクリップとなります。 このクリップを使って手ぶれ補正を行います。右クリック、メディア FX から、ベガスビデオ手ぶれ補正、追加、OK。こちらが手ぶれ補正の設定画面となります。上から見ていくと、トラッキング方法、正確、高速とあるのですが、これは、トラッキングの解析をスピード重視で行うか、時間をかけて精度重視で行うかという選択となります。基本的には高速で大丈夫だと思います。次に、モーション補正。 平行移動、類似度とあるのですが、これは手ブレの種類ですね。カメラの水平が維持されたまま、縦横に揺れているような場合は、平行移動。それ以外の複雑な動きですね。回転なんかも狂っているような時は、類似度を使っていきます。今回のケースは、まあ、基本は縦横揺れなのですが、若干、水平も揺れているなあという感じなので、一旦、平行で行ってみます。 そしてこの二つを設定したらアナライズモーションをクリックして解析を始めます。これで解析が始まるのですが、えー、今止まっています。まあ、これが Vegas16 の新しい機能で、Vegas 側の不具合なのか、僕のパソコンとの相性が悪いのか、ちょっとわからないのですが、処理が全く進んでいません。なのですが、この Vegas を最小化します。すると、なぜか一気に処理が始まって、 完了しました。これで解析が完了しましたので再生してみます。まあ、そんなに変わったような感じはしないですね。次にスムージングマグニチュード。この数値を上げていきます。これが揺れ具合の数値ですね。どのぐらい補正するのかと。これでだいぶ縦横揺れはなくなったのかなと。 いう感じですね。オフにしてみます。揺れてますね。オンにします。ただやはり若干、この水平が狂った時の小刻みな揺れが残っているのかなという印象ですね。そしてさらに今、手ブれ補正をかけたことで、この揺れに合わせて画面自体が動いているので、 外側が少し切れてしまうところがあるんですね。わかりにくいのですが、この部分切れてしまって外側に画像がループしている状態となります。これを隠すために全体をズームさせるのですが、これがこの黒枠を回避というところにチェックを入れると、ズームして隠してくれるようになります。 なのですが、あまりこの機能もちょっと今当てにならなくてまだ見えているので、修正からこのズームの値を自分で調整していきます。右端を見るとわかりやすいのですが、今ちらついていますね。これをズームして隠します。 さらに、そもそもの撮影した水平が狂っているような場合は、この水平線補正を使うことで、傾きを修正することもできます。0.2ぐらいと、すると少し、修正することができます。こんな感じですね。 ただ現状やはり、この水平が微妙に揺れているのが気になりますので、もう一度やり直します。モーションデータの消去。そしてモーション補正を類似度に変更します。そしてアナライズモーション。解析ですね。そしてやはり進まないので最小化します。進みます。完了しましたので開きます。 そして小さな数値からもう一度見ていきます。揺れてますね。上げていきます。だいぶ落ち着いたような感じですね。水平はゼロで良さそうですね。数値を上げていきます。MAX まで上げます。 これで手ブルはあまり気にならないレベルになりましたね。ズームを調整します。こんな感じですね。エフェクトをオンオフして比較します。オフ。揺れていますね。そして、オン。 これで手ブレをだいぶ落ち着かせることができました。そして最後に、モーションブラーという項目があるのですが、説明を見ていくと、クリックして水平カメラパンにモーションブラーを追加、そして、 検出された水平カメラパンがその敷地を超えた時のみに適用されるとあるのですが、ちょっとこれが何度か適用してみたのですが、うまく機能しているような結果が得られず、いまいち使い方がわからない状態ですので、またこちらはちょっとうまい使い方がわかり次第、またご紹介しようと思います。こんな感じで、Vegas Pro 16の新しい手ブレ補正を使うことができます。 これまでの手ぶれ補正との一番の違いは今まではこの揺れ具合の数値を決めてから解析を行って手ブレ補正を適用するという形だったのでそれがしっくりこない時は数値を変えてまた解析数値を変えてまた解析と毎回解析を行う必要があったのですが今回は先に解析を行ってから後で揺れ具合を変えられるようになったとここが一番改善された部分になると思います と言いつつまだ新しくなった最初のバージョンで動作が不安定ですのでこの辺りは今後のアップデートで安定化されることを期待したいなと思います。今回は以上ですままたお会いしましょう